最低は、韓国出身のプロ野球選手、SSG ランダース所属。高校時代は、投手としても活躍しており、強打を武器とする打撃力と両立していた。しかし、自分の投手としての実力は、プロ野球では通用しないと悟り、野手に専念。卒業後に、s k ワイバーンズに入団した。2005年に、初の一軍出場を果たすと、2006年シーズンの、 後半には内野のレギュラーに定着し、当時19歳ながら12本塁打を記録した。2007年にはサードのレギュラーに定着し、16本塁打、66打点を挙げ、チームの韓国シリーズ初優勝に貢献した。2008年の SK が2連覇を達成した、韓国シリーズでは第3戦、4戦で決勝打を放つ活躍を見せ、史上最年少で、 韓国シリーズ最優秀選手に選ばれた。この年のレギュラーシーズンでは打率328を記録し、首位打者争いにも加わったが3位にとどまった。2009年前年の短期決戦の相性良さと、内野ならどこでも守れる器用さを評価され、第2回 WBC で初の韓国代表に選ばれた。しかし、経験不足もあり、守備固めとしての器用が多かった。 一方、シーズンでは6月25日のキア戦で延長12回裏投手を使い切ってしまい、SK は6番手として高校時代投手として活躍していた際を登板させたが、走者を3塁に置いた場面で保守のパスボールにより、サヨナラ負けした。2010年は自己最多となる123試合20本塁が80打点を記録し、SK の優勝に貢献。 得意の韓国シリーズも、レギュラーシーズン以上に活躍。10月16日、サムスンとの第2戦で、連続本塁打を放ち、2008年の都産戦にもに、打席連続本塁打を記録しており、史上初のポストシーズンに打席連続本塁打を2度、記録した選手となった。同年11月には、杭州アジア大会にも韓国代表として出場。 校長の京正宏にサードを奪われ、主に代打として出場することになり、前年の WBC 同様国際大会では、これといった活躍はなかった。しかしながら、優勝により兵役免除の恩恵を受けることになった。2011年と2012年2年、連続ゴールデングラブ賞三類種部門を受賞した。2013年、第3回 WBC 韓国代表に選ばれたが、一時、 ラウンド初戦のオランダ戦で早急ミスなどを犯し、故障で最終戦の台湾代表戦を欠場するなど、過去と同様国際大会では活躍できないという印象を拭えなかった。2014年は2009年以来5年ぶりに出場試合数が100を下回ったが、オフに FA で4年の大型契約を結び、SK に残留した。2016年は40本塁打で、 エリック・テームズと並び自身初の個人タイトルである本類打王となった。2017年は46本類打で2年連続本類打王となった。2018年シーズンオフに2度目の FA となり、2019年から SK と6年最大106億ウォンで契約した。2020年6月18日、久保リーグ史上3位となる。 個人通算341号本塁打を記録。これは、右打者としては、同リーグ史上最多となる。同年7月27日、ハリアカと並ぶリーグ史上2位体となる、個人通算351号本塁打、7月29日、史上単独2位となる同352号本塁打を記録。SKY バーンズが新世界グループに買収され、 SSG ランダースとなった2021年4月4日のレギュラーシーズン開幕戦で2回裏に SSG ランダース史上初安打、初打点、初得点となる本塁打を記録した。左投手と相性が良い反面、サイドスロー、アンダースローの投手を苦にしている。支給が非常に多く、2009年から2013年まで5年連続、2支給以上。 2017年には、韓国プロ野球史上初の個人通算200支給を記録した。2021年8月18日の NC、ダイノス戦にて通算の支給数が288となり、MLB で活躍した、ヒューイゼニングスの持つ記録を塗り替え、支給数の世界記録を更新した。実定の際、久さしもプロ野球選手で、2012年より、 同じ SKY バーンズに所属している。ありがとうございます。